有機合成において、反応性の高い反応元をその後の反応において、不活性な反応器に変換しておくことを保護と言い、その反応元を保護器と言う。また、保護した反応元は、必要な反応が終了した後、適当な反応を行うことで保護を外す。このことを脱保護という、様々な条件で外れる保護器が開発されており、 複雑な化合物の合成では、保護器の選択や脱保護の順序などの戦略が成否を分けることも多い。また、保護を施すことで、分子全体の反応性が変わることもある。エステルの還元の間のケトン元のアセタール保護、例えば、アルデヒドは、嗅覚不可反応に対して活性であるが、アルデヒドをアセタールにすることで保護し、嗅覚不可反応に対して、不活性とすることができる。 また、アセタールは、酸性条件下で水との反応により脱保護され、元のアルデヒドへと戻すことができる。メチルモトメと略される。多くは、フェノール製、ヒドロキシ元の保護器として用いられる。酸周化放送などの強い類酸によって、脱保護させる。ベンジルモト BN、または BZL と略されることが多い。パラジウムを触媒とした、水素添加反応。 バーチ還元などで脱離できる。P、メトキシベンジル元 PMB あるいは MPM と略される。ベンジル元と同様な条件のほか、2、3次シアノマイナス5、6次クロロ P、ベンゾキノンや硝酸セリウムアンモニウムなどによる酸化条件でも脱保護が可能である。タートブチル元、トリフルオロサク酸や4モル、LN 酸酢酸エチル溶液などの共酸性。 条件下脱保護することができる。メトキシメチルモト、ニテトラヒドロピラニルモト、エトキシエチルモトなど、いずれも酸性条件下水との反応で除去する。酸に対する感受性は保護器によって差があるため、うまく選択することによって掛け分け外し分けが可能である。アセチル元 AC と略する。メタノール中炭酸カリウムによって脱保護できる。 ピバロイルモトピブと略する。アセチルモトよりも強い塩基性条件で脱保護する。ベンゾイルモトビジーと略する。強い塩基条件、または強いヒドリド還元条件で脱保護する。トリメチルシリル、トリエチルシリル、タートブチルジメチルシリル、トリイソプロピルシリル、タートブチルジフェニルシリルなどが用いられる。酸性条件、または、フッカモノイオンを作用させることで脱保護できる。 それぞれ脱保護条件に対する感受性が異なるので条件により使い分ける。アセトニド最も一般的。酸処理にて脱離できる。ベンジリデンアセタール接触還元、バーチ還元などで脱保護できる。水酸カラトリウムなどによる加水分解で脱保護できる。ジターとブチルシリレン1133テトライソプロピルジシロキ酸など。酸性条件。 復化ノイオンの作用で脱離できる。多くの場合、アセタールとして保護する。ジメチルアセタールメタノールと脱水条件か、三触媒を作用させて保護を行う。水の存在か、酸性条件で脱離する。サンモル、LN3 t h f などの条件が用いられる。環状アセタール、エチレングリコール、1、3プロパンジオールと、 酸性条件下脱水反応を行って保護を行う。同じく酸性条件で脱にするが、ジメチルアセタールより強い条件を必要とする。ジチオアセタール水銀や銀などの塩を作用させて脱保護する。硫黄をスルホキシドに参加することでも脱保護することができ、N、ブロモスクシンイミド、ビスヨードベンゼンなどの主役が用いられる。タート、 ウトキシカルボニルモトバックと略する。トリフルオロ酢酸や4モル、l n 酸酸酸エチル溶液などの強酸性、条件化脱保護することができる。ベンジルオキシカルボニルモト Z、または CBZ と略する。パラジウムを触媒とした水素添加反応、バーチ還元などで脱離できる。Q フルオレニルメチルオキシカルボニルモトフマックと略する。 ピペリジンなどの二級アミンによって脱保護できる。2、2、ニトリクロロエトキシカルボニルモトトロックと略する。アエン粉末酢酸などを作用させることで脱保護、できる。アリルオキシカルボニルモトアレックと略する。パラジウム触媒存在化、アミンなどを加えて脱保護する。共産、または共塩期を作用させ脱保護する。 強い条件が必要となるためあまり用いられないが、トリフルオロアセチル元で脱離が可能。フタロイル元略号、PHT、一級アミンに対してのみ用いられる。ベチルアミン、またはヒドラジンを作用させることで脱保護できる。P、トルエンスルホニル元トシル元とも。TS、またはトスと略される。酸性、塩基性、ヒドリド還元。 接触還元などに対して安定。バーチ還元などで脱離できる。ニニトロベンゼンスルホニル元、福山トールランが開発した保護器。ノシル元と略される。略号ナノセカンド。酸性、塩基性などに対して安定だが、塩基性条件価値オールを作用させることで容易に脱保護できる。ナノセカンド機で保護した一級アミンは、 温和な条件下 N アルキル化が行えるため、二級アミンの合成法として有用。多くのバイエステルの形で保護する。メチルエチルエステル水酸化ナトリウムなどの共塩器、または塩酸など、共酸中加熱するなどの条件で脱離する。メチルエチル元で反応性に大きな差はない。ベンジルエステル BN、または BZL と略する。 エステルの加水分解条件で切断できるほか、パラジウムを触媒とした水素添加反応、バーチ還元などで脱離できる。スタート、ブチルエステル、塩基性加水分解の条件には抵抗するが、トリフルオロサクサンや4モル、エルエサク酢酸エチル溶液などの強酸性、条件化脱保護することができる。ありがとうございます。